プレイステーション AV マルチプレイステーション2の背面に配置された AV マルチ出力端子 AV マルチコネクターとはアナログ映像信号とアナログステレオ音声信号をまとめて伝送できるコネクターのこと。以下、ソニーコンピュータエンターテインメントのプレイステーション系のゲーム機やテレビで使われている12ピン AV マルチ入出力コネクターについて解説する。 主にテレビ側がコンポジットなどになった接続ケーブルが用いられる。プレイステーション、プレイステーションに、プレイ2テーション t a 3に標準装備されており、AV マルチケーブルが標準で付属している。PSX およびプレイステーション4は、北洋。用。レイステーション時代より、オプションでテレビ側が、S 端子、RF 端子、RGB21 ピンのケーブルが発売されたほか、 ソニーのテレビ、ベイガーに RGB 用の AV マルチ入力端子が付くようになったため、テレビ側も AV マルチ端子のケーブルが発売された。当時すでに RGB21 ピンを装備したテレビは少なくなっていたため、RGB で接続できることはソニーのテレビの優位な部分であった。プレイステーションに発売初期の DVD、プレイヤーソフトウェアにリージョンコード制限を回避できる。 不具合が発覚。また、RGB 映像信号には、DVD ビデオ再生時にコピーガードがかけられない、ことが問題視され、それ以降の製品では、DVD 再生において、RGB 出力が禁止され、RGB、色差信号用の AV マルチが、ソニーのテレビに付けられたが、それ以前のソニーのテレビでは、AV マルチ端子同士の接続による、 DVD 再生が事実上不可能となった。PlayStation に以降、オプションで t v b 側が、コンポーネント端子、または D 端子の色差信号となっているケーブルも追加された。現在、この仕様を利用して PS2 用コンポーネント AV ケーブルと Xbox 用コンポーネント AV パックをつなぎ合わせることで、テレビの AV マルチ端子を活かすことができる。2005年に、 ソニーの主力ラインナップ、ベイガシリーズが、ブラビアシリーズにモデルチェンジした際、AV マルチコネクターの搭載は見送られた。2005年5月25日発売の KLV-15SP2、KLV-15AP2 が最後の搭載機種となった。ありがとうございます。